はい、渡辺よしです。今回もね、AJAX に松井樹里のクラスで KN57 にスティムショットのクラスでスラムスのハードポイントをプレイしてみたいと思います。これ KN57 ね、もう今ヘッドショット94回やってるんでね、あと6回ヘッドショットでレッドダイガー面積解除できるからハードポイント、ちょっと多くヘッ速攻でヘッドショット出してレッドダイガー解除できるように頑張ってみたいと思います。はい、頑張るぞ。ロングショットは今まだレッドタイガー解除してないから、これハードポイントを確保、敵を引き離して、俺やりたかったんだよこれ。ハードポイント競合中、ハードポイントを失った、ハードポイント競合中。これ使うっていうパターンもあるでしょ、これ。うまいな。スネパラフル厄介なのよ、だから1キル後ろにいるの。おう、あ、ヘッドショット出してる、出てるの。今ヘッドショットか、あれ今ヘッドショット、ちょっと謎の当たり判定なんだけど、ガン見しとこ。お、ヘッドショットではないけど、こっから来るやろこれ。俺の位置にライティングストライクを送れ。どうだ今。あ、大差で勝ってるなこれ。こんなやったらね、すぐ試合終わるからさ。聞いてない。ここはちょっとガン見して、これすぐ試合終わるな。後ろにいるな。ハードポイントを特定、ハードポイントを確保。ちょっとな、このマップもあんまりな、難しいっていうか。ハードポイントを失った。うん。上空に敵の UAV、敵はこれあれだな、あの全然目標型やるつもりなさそうだよ。ハードポイント競合中、ハードポイントを失った。やりづらいなこいつ本当に。上空に CUAV を展開、敵のタックデプロイビーコンオンライン。ノーマとダウン、これ味方とくっついた方が嫌なのよこれ。うん、キルできねえな。4キルしかまだやってないし。うん。ヘッドショットじゃない。ヘッドショットじゃないと意味ないんですわ。ハードポイント占拠。ハードポイント競合中。ハードポイント難しいんだよな。ハードポイント占拠、上空に敵の UAV。 あ、敵かこれ。ハードポイント追い上げてきてるよこれ。マスタートした。お、ヘッドショットバッチリです。キルはできてませんが、ヘッドショットは済んでる。この試合で終わるかな。ハードポイントを特定、敵がハードポイントを出して、あ、いた。8キル、敵の CUAV を感知。ダメだ。ハードポイント占拠。ちょ、成績はちょっともう度外視だから。うん、はっきり言って。ハードポイントを失った。
リーはケアパッケージの投入を許可する。ん？厄介だこれ。まだ10キロも行ってねえぞ俺。怖いもんかどうこれ。21キロやってるわ。ハードポイント敵の方が強いよねこれ。ハードポイントを確保。ヘッドショットではない。ハードポイントを失った。ロングショット。よし、これは出てる。ダメだなこれ。フラッシュであれやってるんだけど、それでもキルできないっちゅうのが。全然キルできねえぞこれ。面白くねえのよだから、こうやってキルできねえと。右からいっぱい来るわこれ。ヘッドショットじゃないでしょこれ。俺の位置にケアパッケージを送ってくれ。ハードポイントを特定。チームデスマッチやりたいんだけど、チームデスマッチすぐおるから。敵がハードポイントを取った。すぐに、あ、ヘッドショット入ったよこれ。あば、ありがとう味方よ、助けてくれて。戦闘ヘリを飛ばしてくれ。圧勝してるからな、すぐ試合終わるからね、早めにヘッドショット出して、レッドライガー解除したいな。圧勝してるからね。あ、敵かこれ。味方と思っちゃったよ。勘違いするときもたまにあるんですよ、これ。お、ヘッドショット終わった。レッドライガーじゃないか、これ。まだか。あ、犬がいるわ。軍用犬だ。エツにいるのはミッションを終わらせてからにしろ。ハードポイントを特定。これちょっと使おうかこれ。ストライクチーム、こちらの現在地に出撃しろ。あ、後ろにいる。敵がハードポイント。こんなの。あ、いいところにハードポイントだ。そうしてやる。この野郎め、どうでも行ったか。俺がここで UAV だ。終わった。向いたよな。行って行って行って。今この辺にいなかったかこれ。ハードポイントを特定。キャパケ出しと思うこれ。ハードポイント占拠。隠れとこ。なんかこれ強力なやつちょっと頼みます。本当。現在地にキャパケージを展開しろ。 RCXD いいね。 RCXD 好きなんでゆっくり行っちゃいますよ。おお、すごい、ダブルキル。UAV。センサーで目標を捉える。ここにはいただろ。ライトニングストライクの座標を入力する。敵に UAV を破壊された。お、ヘッドショット撃った。終わったんじゃないか、これ。まだか。終わるんじゃない、これ。キアパケ。ゴー。ハードポイントを失った。私の位置にキアパッケージをよこせ。大丈夫かな、まだちょっとキルやっていった方がいいんだけど。ドローン部隊だ。ドローン部隊、ドローン部隊の操縦を異常する。いいのが出たぞ。 UAV を要請する。終わった。レッドタイガー解除やったです。申し分ありません。ドローン部隊も出て RCXD オンライン。申し分ありません。
チールとかできないか、これやったです。早かったな。ドローン部隊出て申し分ありません。ドローン部隊のミッションタイムが切れた。壊されたってかな。俺が出したらなんか壊されるわ。ほんと敵がハードポイントを奪取。危ない。大回りしていこう。あーやるなやるな。30キロジャストか。これで奴らも浮かせやったぜ。ニュークタウンでやりたかったんだけどね、解除は。いいけどいいけどね。これ KN57 ニュークタウンでゴールド迷彩解除するんでね、できれば。やっぱハードポイントがいいな。あと6回残ってたからね、ヘッドショット。チームデスマッチだったら多分終わらねえと思ってハードポイントやったんだけど、ちょっと圧勝しすぎたんだけどね。やったね。 KN57 レッドタイガー迷彩解除にプラス 5000XP ですね。30キロ、成績はいまいちなんだけど。はい、プレミアさんありがとうございました。早かったなこれ。今日今あともうちょいでこれレベル31、32でメインガンファイター3ですね。早かったね。レッドタイガー KN57 を使用してヘッドショット勲章を100回獲得で、レッドタイガー迷彩ですね。進んでないっしょこれ。次これやるんでね。これさっき言ったレベル32で、今レベル30なんだけど、レベル32で解除にならないと、メインガンファイター3が解除されないんで、あれアタッチメント5個つける、あれがないと5個つけられないんで、このチャレンジができないんでね。次これやるんでね。マザーオパール、アタッチメント、ノワタで、アタッチメントなしで50キロのやつやるんでね。これね、今日、ここまで進んでたんですよ。で、48回ぐらいやったかな。で、だいたい4時間ぐらいやってるのかな ?4 時間はやってないの。3時間ちょいかな。で、ここまで進ましてるんで、40回以上やって、42回、2、3回ヘッドショットやってるのね。早いか遅いかちょっとわからないんだけど。やったね。これね、これ ICR7 ね、さっき言ったメインガンファイター3が解除されてないから、あれが解除されたらこれやるんでね、すぐ。それまではさっきの KN57 使うんでね。これ先にゴールド迷彩解除して、で次、これ KN57 使うんでね。一応、まだレベル30にならないからね、メインガンファイター3が解除されるまではこれ使って結構進むと思うんですよ。これアタッチメントと、これも終わると思うんでね。できたらロングショットも終わらせたいんで、で、スチールも何回かやっときたいんで。引き続き、これも本当に2種類だけなんですよ。さっきのこれ ICR7 とこの今回使った KN57 ゴールド迷彩にしたら、アーサルトライフルもダイヤモンド迷彩になるんでね。引き続きやっていきたいと思います。今回はね、松井ジュリナの、あ、これ一応、迷彩、これつけとこうか。はい、今回はね、松井ジュリナのこの KN57 に、スペシャリスト、エイジャックスを使用して、スラムスのハードポイントで、KN57 のね、ヘッドショット100回、ヘッドショット勲章100回獲得で、レッドタイガー迷彩解除できました。あとよろしければチャンネル登録の方も、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。